5月2日の誕生花芍薬について、花言葉、恥じらい。芍薬の花言葉恥じらいは、夕方になると花を閉じてしまう習性から由来しています。美しい姿を見せられる時間だけ咲いて、あとはそっと隠してしまう様子が、女性的な恥じらいを連想させると言われています。はにかみ、この花言葉は、イギリス民謡の恥ずかしがり屋の妖精が芍薬の中に隠れていたという話から由来しています。妖精の照れ隠しのように花びらが赤く染まったことから、はにかみという花言葉が付けられました。特徴、5月2日の誕生花である芍薬は、牡丹科牡丹属の多年草植物です。中国が原産国とされ、古くから観賞用として栽培されてきました。日本では平安時代から栽培されており、立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花という慣用句にも使われるように、美人の代名詞として親しまれています。芍薬の特徴は、なんといってもその華やかな花姿です。花色は白、ピンク、赤、黄色など様々なものが存在し、花びら数は一重咲きから八重咲きまで様々です。近年では花色や花型がユニークな品種も増えています。花期は4月下旬から5月上旬にかけてで、短い期間しか楽しむことができません。しかし、その華やかさと繊細さを兼ね備えた美しさは、多くの人を魅了し続けています。芍薬は、その美しさから贈り物としても人気があります。特に、5月2日生まれの方への誕生日プレゼントや、母の日などの記念日に贈られることが多いようです。近年では、芍薬の花を使ったスイーツやドリンクなども登場しており、その人気はますます高まっています。